1941年8月21日は、鹿児島県出身の教育家、歴史家である。元氏族。薩摩国久ぶすき軍キ入村出身。1885年、鹿児島県師範学校中等師範学科卒業。同年、木入小学校に四等訓導として就任した。1887年3月、木入高等小学訓導に任命されたが、 4月に、がん免職。1887年9月から1890年6月、私立明治法律学校で、法律家、行政家、不都合家を修行。この頃から、明治維新史の研究を行い、三上三次が公越した、電気、西郷隆盛伝や、大久保利道伝、江東逸話などを表した。キリスト教徒の加藤敏子が1889年に、 創立し、内村肝臓が二代目校長を一年ほど務めていた女子独立学校が経営困難となったため、それを引き受け、1902年に聖火女学校を開校した。正力松太郎は最初の妻を失って間もなく、千葉県和佐港出身で聖火女学校の和裁教諭の吉原浜と再婚した。ナミマンが教鞭を取ったのは、 同行創始者の勝田孫也が、波満の実家と縁続きという関係からだった。勝田は、その一方で、元警視総監の安楽金道とも縁石にあり、最初の妻を早くに亡くした勝利期を不憫に思った安楽が、当縁続きの波満を世話したものだった。妻の勝田圭は、聖火女子高等学校の校長を務めた。娘に鈴木哲子がいる。 ありがとうございます。